アルマさん、こちらゆずひこです。それでは今回なんですけども、 LINEPay 無料で1000円送るやり方、全員にあげちゃう300億円祭ということで、今キャンペーンを行っているので、そちらのやり方について解説をしていきたいと思います。はい、ということで早速まずは送る側からお伝えしていこうと思うんですけども、まず LINE のアプリを開いたら、 LINEPay の画面の下に総額300億円のバナーの広告があるので、こちらをまずタップします。そしてキャンペーンの画面に切り替わるので、ここの LINEPay ボーナスを送る、続けてここの無料で1000円相当を送るをタップします。そしたら送金する友達を選択する画面に切り替わるので、送る相手を選択いたします。画面に1000円相当と表示されるので、それに合わせて下の LINEPay ボーナスの送るをタップしたら、送りましたとこの画面が表示されますので、これで送金の作業は完了です。次に受け取る側なんですけども、送ってもらった人の画面はまずこのように表示されます。そして本人確認がすでに終わっている方の場合は、今すぐチェックをタップして、ここの確認というところをタップします。そしたら1000円分がチャージされますので、もともと1491円の LINEPay の残高なんですけども、今回の1000円増えて2491円となりました。はい、ということで今回のこのキャンペーンのポイントなんですけども、よく僕の動画でもお伝えしてるんですが、まずは本人確認が必ず必要です。そして受け取りは1人1回までで、上限は1000円のみということですね。そしてこのキャンペーンは本日5月の20日から5月の29日までやっていますので、まだキャンペーンの期間はちょっと気持ち短めではあるんですけども、多分上限もすぐ足すのではないのかなと思うので、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。まあ今回の LINE のキャンペーンで誰でも1000円がもらえるということで、まあかなり早い段階で上限に達すのかどうかというのはかなり未知ですけども、これもかなり面白いキャンペーンなのではないのかなと思います。ということでこの動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、そして気になることがあればコメントなど、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどをしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。